次に浜村進君。浜村君。公明党の浜村進でございます。本会議に引き続いて、質疑をさせていただきますが、この法案については、我々公明党としても、熱心に議論させていただいた結果ですね、大変恐縮ながらちょっと党内手続きも時間がかかったというようなこともございます。この点については、この法案の成立を心待ちにしておられる方々からすれば、ちょっともどかしい気持ちを持っておられたんじゃないかと思いますけれども、我々、党の中でしっかり議論した上で、よりいいものになったんじゃないかという評価もしていただけるように、どういうことにこだわってきたのかという話を少しだけ開陳できればと思っております。で、言うまでもなく、安全保障といいますのは、国民の安全安心および自由な経済活動の基盤でございますので、実際に問題が発生してからでは対応は手遅れになってしまうということでございます。で、そのようなことが起きないために手を打たなければいけないんですけれども、で、今回の法案についてもよく、まず最初の入り口として立法事実というような話が出てきたりします。当然、国会議員である限りは、この立法事実というものはしっかり重視をしなければいけない。で、その上で、重視しなければいけない一方で、この安全保障という類のものについては未然に防ぐという考え方、こういう意識を持つということも極めて重要だと思っております。で、そういう意味から言いますと、今回、状況としてですね、実際の問題が生じる蓋然性が高まっているということ、高まってきているんじゃないかという点、これはいろんな、先ほどもありましたが、対馬の話とかもございました。で、千歳もありますけど、いろんなところがそういう問題が生じるんじゃないのというところで、それプラス今までずっと政府としては調査はしてきたんです。調査はしてきたんだけども、法律や制度の裏付けがない、行政事務では十分な目的が果たせないというところ、この2つをもってすれば私は十分な立法事実になるんじゃないかと考えておりました。で、その上で、先ほども申し上げたとおり、これまでも調査はしてきたんです。2013年、防衛省は防衛施設隣接地について調査してきて累次重ねて調査をしてまいりました。で、2017年からは内閣府総合海洋政策推進事務局が国境離島の領海域線の近傍の土地について調査をしてきたわけでございます。で、この調査の結果、どのような調査が行われて、さらに有識者会議の提言に一定の限界があったという評価がなされているわけです。ですので、これらの調査によって具体的に何ができなかったから、今回の法案を、作らなければいけないのか、この必要な理由について小此木大臣に伺いたいと思います。小此木大臣。はい、防衛省が実施した隣接地調査ですが、対象が防衛施設の隣接地に限られるとともに、不動産登記簿等の一般に入手可能な資料により調査を行い、登記名義人の氏名および住所などを確認していたものと伺っております。このため、実態上の所有者と登記記録上の所有者の不一致、不動産登記簿の地目、これは土地の主な用途による区分、田畑、宅地などでありますけれども、この地目以上の利用実態までは把握できないなどの限界があったものと伺っております。また内閣府海洋事務局の調査においても、国境離島の領海規制の近傍の土地すべてにおいて不動産登記簿の情報を収集し、所有者の把握を行いましたが、同様の課題があったものと認識しています。こうした課題を踏まえて、本法案においては、不動産登記簿に加え、住民基本台帳、戸籍簿などの複数の公募の収集による所有者等の氏名、住所、国籍等の正確な情報の把握、土地等の利用者等からの報告徴収による具体的な利用実態の
把握を可能とすることとしたものであり、これらの措置によりできる限り具体的な実態把握を行い、法律全体の実効性を高めてまいりたいと思います。以上。浜村君。まずこれ、利用実態の把握自体はなかなか難しいということでございますので、この法案で措置しなければいけないことだろうと思っております。で、その上で利用実態が不適切だということが把握できた上で、どういうことを措置できるか、この大きな2つの柱があろうかと思っておりますので、こうしたところにどこまでやるべきかということを熱心に議論するべきなんだと思っております。で、まず調査すべきものとしてどういうところにするべきか、防衛省の防衛施設隣接地ですと、隣接していないと調査できなかったわけでございますので、それはやはりもっと広げた範囲内で確認していかないといけない、これが一つの調査対象として広げるべき点なんだろうと思っておりますけれども、この点について注視区域とか特別注視区域の指定をすることにこの法案ではなっているわけでございます。で、その指定においてちょっと私も本会議でご質問させていただいた中で言いますと、経済的社会的観点から留意すべき事項を踏まえて評価した結果として、例えば施設周辺の密集市街地の形成状況等に応じ、特別注視区域の要件にあたる区域であっても、当初は注視区域として指定することがあり得るものと考えていますと大臣からご答弁をいただきました。で、この点については、政府の基本方針や区域指定を私は縛るわけにはいかないと思っております。で、一方でですね、ある程度のイメージについては共有をしていかなければいけないんだろうと思っておりまして、そうしないと、どういうことを念頭に置きながら議論を深めていけばいいのかがわからないということになろうかと思っています。ですので、対象施設の類型についてはすでに本会議でもご答弁いただいたとおりで、4類型まとめられたわけでございます。注視区域も特別注視区域もそれぞれ4類型がありました。で、重要施設かどうかは状況に応じて施設の用途は変更となるということはあり得るわけでございますので、すべてご提示いただくのは難しいんじゃないかなと考えております。で、その上でお伺いいたしますが、要件に当てはまる可能性が高い防衛関係施設がおおむねどれぐらいの施設数想定されるのであるのか、また、領海規制を有する国境離島、これは明確になっているかと思いますので、この国境離島、有人国境離島、地域離島について、全部で、どの程度あるのか伺いたいと思います。内閣官房、木村内閣審議官。お答え申し上げます。ご指摘ございました防衛関係施設の周辺でありますとか、あるいは国境離島等につきましては、法律の要件でございますとか、基本方針の内容に照らして、ここの区域を評価させていただきます。そして新たに設置させていただきます土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、指定の要否あるいは範囲などをそれぞれ判断をさせていただくことをしておるところでございます。したがいまして現時点におきまして本法案の対象区域は決定していないところでございますが、その前提で、本法案の検討にあたりまして、対象区域として想定いたしました、防衛関係施設の周辺、国境離島等の考え方をお答え申し上げたいと存じます。まず防衛関係施設に関しましては、機能を阻害されるように供されることを特殊に防止する必要があるとの要件に該当し得ます、部隊等の活動拠点となります施設、部隊等の機能支援を行います施設、装備品の研究開発等を行います施設、我が国の防衛に直接関連する研究を行います施設といった合計約400数十の施設の周辺が注視区域として指定の検討対象になるものと認識をしているところでございます。また機能が特に重要なもの、または阻害することが容易であるものであって他の重要施設による機能の代替が困難であるものとの要件に該当し得ます指揮中枢機能および司令部機能を有する施設、警戒監視情報機能を有する施設、防空機能を有する施設、
離島に所在する施設といった約百数十の施設の周辺が特別収縮域として指定の検討対象になるものと認識をしているところでございます。なお在日米軍施設区域につきましては自衛隊施設の周辺区域の指定の考え方などを踏まえまして管理者である米軍との間で詳細を確認した上で区域指定を検討する必要があるものと考えているところでございます。次に国境離島等における区域指定の考え方につきましてお答え申し上げます。本法案では領海規制を有する離島のうち我が国が現に保全管理を行っております国境離島、これ合計で484ございます。これに加えまして有人国境離島法に基づく有人国境離島地域を構成する離島でございます有人国境離島地域離島、これは合計で148ございます。これにおきましてそれぞれ区域指定を行うということとさせていただいているところでございます。ただいまご説明いたしました国境離島のうち無人であって民有地が所在する40島につきましては区域指定をする必要性緊急性が高いものと考えているところでございます。一方有人国境離島地域離島のうち領海規制を有する島、これは合計61島ございます。こちらでは領海規制近傍の範囲等が区域指定の検討対象になるものと考えてございます。また領海規制を有しない島、これは87島ございますが、こちらでは領海警備等の活動拠点となります港湾施設および行政機関の施設等の周辺が区域指定の検討対象になるものと考えているところでございます。いずれにいたしましても具体的な区域の指定につきましては国会でのご審議も踏まえまして法定する手続きに沿って適切に進めてまいりたい、このように考えているところでございます。以上でございます。浜村君、今の点非常に数字とかもいっぱい出てきてですね、ちゃんとこれを前提に議論を深められればと私は思いますが、要件としては先ほどルールご説明いただいた点は本会議の質問の中でも答弁があったとおりです。でその上で大体のおおむねの規模感も披露いただいたわけでございますが、この上でちょっと確認をしたいと思います。おそらくこれがまず大前提となってくるんだと思っておりますが、ですね、今防衛関係施設とか公共離島については伺ったわけですが、海保生活関連施設について伺いたいと思います。海上保安庁の施設や生活関連施設、これはどういうものが想定されるかというと原子力関係施設であったり自衛隊が供用する民間空港について想定されておられるわけでございますが、これについてどの程度区域指定の対象があり得るのか確認をしたいと思います。木村審議官、お答え申し上げます。海上保安庁の施設や生活関連施設につきましても、本法案の対象区域は決定しておられないところでございます。現時点においては決定しておられないところでございます。その前提で、本法案の検討にあたりまして、対象区域として想定いたしました海上保安庁の施設、生活関連施設の周辺の考え方をお答え申し上げたいと存じます。まず海上保安庁の施設でございますが、これは合計で174施設ございます。このうち法律に規定いたします重要施設といたしましては、領海等の保全の機能を担う施設に限定をさせていただきたいと考えてございます。当面は尖閣諸島周辺の海域におきます、領海警備を担当しております第一十一管区海上保安本部および石垣海上保安部の2施設の周辺を対象区域として指定する必要性緊急性が高いものと考えているところでございます。有人国境離島地域離島に所在いたします海保施設は合計で16施設でございます。有人国境離島地域離島につきましては、先ほどもご答弁申し上げましたが、領海規制の近傍、あるいは領海警備等の活動拠点となります港湾施設および行政機関の施設等の周辺につきまして、対象区域として指定することを検討しておりまして、その対象区域に海保施設が含まれることはあり得るものと、このように考えているところでございます。
次に重要インフラ施設についてでございます。重要インフラ施設につきましては、これ、生活関連施設でございますが、こちらにつきましては、まず対象といたします類型を政令で定める仕組みでございます。政令制定にあたりましては、その機能を阻害する行為が行われた場合に、国民の生命、身体、または財産に重大な被害が生ずる恐れがあると認められるものにつきまして、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、判断をさせていただくということにいたしておるところでございます。で、現時点で政令を定めることを検討しております類型は、原子力関係施設と自衛隊が共用する空港の2つの類型でございます。原子力関係施設につきましては、電力供給への影響及び原子力施設の災害防止、核燃料物資等の保護の観点から必要な施設の周辺を区域指定することを検討して、しているところでございます。また自衛隊が共有いたします空港につきましては、国、国土交通大臣でございますが、国、または地方公共団体が管理する施設の周辺を区域指定することを検討しているところでございます。いずれにいたしましても、先ほど同様でございますが、具体的な区域指定に従いましては、つきましては、法定する手続きに沿って適切に進めてまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。浜村君。今おっしゃっていただいた通りで、海上保安庁の施設、第11管区とあと石垣という話もございました。で、生活関連施設についても、類型としては2類型ですよと。で、その中から審議会を経て、手続きを経て、ちゃんと決めていきますということでございます。しっかりとこれを念頭に議論をしたいと思いますが、続いて、その上でどういう行為について措置をできるようにするかということについて言うと、機能阻害行為について、措置をできるようにしたというのがこの法案でございます。で、機能阻害行為については、じゃあ、一体何なんですかという議論があってですね、実はこの点はいろんな意見があってですね、本会議でも質問も出ておりましたが、やはり、その中でも言われているんですけれども、なかなか条文で、網羅的に示すとなりますとですね、想定していないことも起きうるんじゃないか、あるいは先達する人たちが出てくるんじゃないかなと。私が、そういう機能阻害行為をやるような社であるならば、この要件に当てはまらないんだからいいじゃねえかということで、やりうると思います。機能阻害行為をするということは、悪意を持ってそういうことをやっているわけですので、当然そういうことが想定されると思っております。で、そういう意味から考えても、なかなか類型化してしまいますと、かえって、そういう行為が先達的に実施されてしまうんだろうということと考えておりますが、そうは言っても基本方針には、記載をするわけでございますので、今現時点で、想定しているような行為類型について政府の考え方を伺っておきたいと思います。木村審議官。お答え申し上げます。ご指摘ございました機能阻害行為についてでございますけれども、こちらは安全保障をめぐります内外情勢や施設の特性等に応じまして、さまざまな対応が想定されるものと考えているところでございます。このため、ご指摘もございましたが、想定する行為の類型を網羅的にお示しすることは困難で、あると考えてございますけれども、例えば、重要施設に関しましては、重要施設の機能に支障をきたす構造物の設置でございますとか、あるいは国境離島等に関しましては、領海規制の根拠となります低潮線に影響を及ぼす恐れがあるその近傍の土地のケース変更などが、それぞれご指摘のございました機能阻害行為に該当しているものと考えているところでございます。以上でございます。浜村君。ありがとうございます。これは実は本会議の答弁でも同様のご答弁が大臣からあったところでございます。で、今出しうる、こうした、網羅的にはなかなか示すのは難しいので、類型としてはこうしたものをご提示いただいた上で、それで、十分であるのかどうであるのかということを議論しなきゃいけないんだろうと思っております。で、続いて、党内でも少し議論が分かれたところがあってですね、議論分かれたというからどうかっていうと、私政党なのでちゃんと政党の中で議論をそれぞれするというのは当たり前のことだと思ってますんで、
で、その上でうちの党内でもちゃんとまとめてきたものとして事前届け出についての話をさせていただきたいと思います。で、試験制限があるという前提で言うと、そうした試験制限というのは自由な経済活動をちゃんと保障した上で行われるべきだという話がございますが、まずこれ特別注視区域について、所有権移転等について事前届け出が罰則付きで課されます、具体的にどの程度の事務的負担、これ事前届け出する者からすればどの程度の事務的な負担になるのか確認したいと思います。内閣官房木村内閣審議官。お答え申し上げます。特別注視区域内にございます土地等の所有権の移転等につきましては、その状況を適時に把握し、機能阻害行為を可能な限り早い段階で防止出しますために、契約の際に当事者に事前届出を求めることということとさせていただいているところでございます。ご指摘ございました事務的負担につきましては、定量的にこれをお答えするということは困難でございますけれども、その手続き負担につきましては、必要最小限のものとするということにいたしたいと考えてございます。具体的には対象となります権利の種類を所有権またはその取得を目的といたします権利に限定いたします。また対象となる土地等の規模につきまして、一定面積以上のものに限定するということにいたしているところでございます。加えて、これは運用レベルの話でございますけれども、届出の書式をできるだけ簡素なものとするといたしますとともに、記載マニュアルなどを策定する方向で検討させていただきたいと考えているところでございます。以上でございます。浜田君。記載マニュアル等とかあるいは面積要件とかっていうのはある程度こう、なんと言いますか、影響を少し狭めるような話になろうかと思っておりますが、そもそも、この事前届出自体が、自由な経済活動に支障をきたすレベルになるかというと、私は全くそんなことはないと思ったんですね。ただ人によってはこれいろいろ負担をかけるよねというような意見もありました。あったもんですから、この点についてじゃあどうやって整理しようかというのを悩みました。で、その上でさらにこの行為が、実際の土地等の取引をされる方々からすればどのような負担になるのかということで、いわゆる不動産契約というのは大体が買い主さんが個人でも企業でも宅建士さんが仲介されることになります。で、宅建士さんがこの取引において例えば特別注視区域に指定されている物件の場合はどのような役割を果たされるのか。で、おそらく買い主さんは事前届出の書類を提出しなければいけないんですけども、これ宅建士さんは買い主に伝えてくれるんでしょうかと。で、買い主はあるいは自分で認識しておいて、もうこれは宅建士から何も言われなくて、もう不動産取引をするような社が自分で認識しておかなければいけないのか、この点、どのように想定されておられるのか伺います。内閣官房天川次長。お答えいたします。特別注視区域における事前届につきましては、区域内の土地等の所有者等に制度の内容を十分にご理解いただくことが重要であると考えております。このため中央工業団体や不動産業関連団体等に対し十分な時間的余裕を持って普及広報を行い、制度の趣旨、求められる対応等を分かりやすく周知し、円滑な手続きが行われるよう徹底していきたいと考えております。さらに宅地建物取引業法に基づく需要事項説明として位置づけることを想定しており、宅地建物取引業者の媒介等により区域内の土地等を購入する買い主は売買契約が成立するまでの間に重要事項説明として事前届け義務がある旨の説明を受けることとなります。以上でございます。委員長。浜田君。重要事項説明想定しているという話でした。これ大事だなと思います。で、その上で直接取引の場合、重要事項は売り主さんがちゃんと提示しなければいけないと思います。直接取引の場合は事前届で買い主が認識しなければいけないんでしょうか、あるいは買い主がですね、届で必要と認識できるためにはどういうことを、政府としては取り組まれるのか、この点について伺いたいと思います。
内閣官房天川土地調査検討室次長。お答えいたします。宅地建物取引業者が売買等を行わない直接取引におきましては、宅地建物取引業者による重要事項説明を行われないということになります。このため地方公共団体、不動産業関連団体等を通じ、制度の趣旨、求められる対応等の周知徹底を図るとともに、内閣府の担当部局に相談窓口を設置し、宅地建物取引事業者が売買等を行わない場合においても、制度の円滑な運用に支障が生じることがないよう、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。浜田君。時間がまいりましたので終わりますが、この点、直接取引は要注意かなと思っております。また来週に引き続いてやりたいと思います。終わります。ありがとうございました。次に本田平野君。